This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。運輸省は交通投資モデルを紹介しました。歳入が税収の減少などで400億バーツ予想を下回りました。タイ通商代表がナイジェリア大使代理と会談しました。ムクダハン県は大学と協力して教育の機会を創出するイベントを開催しました。それではまず、はじめのニュースです。運輸省は交通投資モデルを紹介しました。民間企業の関心やマーケットに関するセミナーが行われました。セミナーには、マノップ運輸副大臣、交通政策計画局のパン屋局長、ジラロート副局長、地域交通システム推進事務所のクリティカ所長や政府機関の代表、各国大使館、民間企業の代表、金融機関、投資家、国内外の業界団体などが出席しました。この席でマノップ運輸副大臣は台湾とアンダマン海とを結ぶ交通南部経済回路を開発するため、交通インフラ整備プロジェクト、いわゆるブランドブリッジプロジェクトの事業化調査、予備設計、環境評価、事業開発モデルなどが話し合われていることを明らかにしました。このセミナーはプロジェクトの投資モデルを検討する上で、民間からの意見や提案を聞き、より適切な投資モデルに調整するため実施されました。また民間企業が投資に関心を持ち、実施可能で具体化可能な要素、条件、便利で利がある計画の詳細を知り、投資を検討してもらうために行われました。実施調査の結果をより完璧なものに改善するための意見や提案を集め、政府が適切で価値のある意見を受け取ることができるようにするものです。政府は南部経済回路を開発にあたり、民間からの投資を促すためにも、その意見に耳を傾けるため、今後も同様のセミナーを開催する予定です。次のニュースです。歳入が税収の減少などで400億バーツ予想を下回りました。財務省によりますと、今年度初めの昨年10月から今年4月にかけての7ヶ月間の歳入は、燃油税率引き下げと自動車税収入の減少で当初の見通しを約400億バーツ下回りました。財務省のポンチャイ報道官は、今年度初めからの7ヶ月間の歳入は1兆3800億バーツ余りだったが、予想 2.7%、約391億バーツ下回ったと発表しました。また、この期間の税収は、物品税局が見通しを 13.4%、470億バーツ下回り、
国税局が1兆900億バーツで見通しを 0.9%、95億バーツ上回り、関税局が666億8000万バーツで見通しを 3%、19億バーツ上回ったことを明らかにしました。チャラパン副財務大臣によりますと、今年度の歳入が今のところ見通しを下回っているのは、政府が国民の負担を軽減するために、様々な補助措置などを講じていることが大きな要因だと説明しています。一方、低価格製品の流入防止で、付加価値税の課税対象を拡大する方針です。政府は6月4日の閣議で、価格が1バーツを超える輸入品に、付加価値税を課すとの財務省案を大筋で承認しました。チャイ政府報道官によりますと、とりわけ中国から廉価製品が大量にタイ市場に流入している問題の解決策の一環であるこの付加価値税課税対象の拡大は、官報の発表の15日後から今年12月31日まで適用されます。政府としては今回承認された措置が外国製廉価製品の蔓延問題の解決にどの程度役立つかを見極めてから次の対応を決める方針です。2018年制定の現行法では輸入品は1500バーツを超えるものだけに付加価値税を課すとされています。次のニュースです。タイ通商代表がナイジェリア大使代理と会談しました。ナリニタイ通商代表はナイジェリアのモハメッド・イドリス大使代理との会談後、ナイジェリアは大きな市場とインフラを備えた国であり、タイはアフリカ投資の拠点として適していると見ていることを明らかにしました。ナイジェリアはアフリカへのゲートウェイにもなり得るし、タイはナイジェリアにとって ASEAN や他の国々へのゲートウェイになる準備も整っていると述べています。両国は緊密な二国間の関係を築いており、タイがナイジェリアの原油を生成し、供給源となりうる石油産業、教育分野、農業分野での協力など、様々な面で二国間の関係を発展させる機会が多くあるとの認識で意見が一致したとしています。特に輸入銀行とアフリカ輸入銀行との協力は、ビジネスマンに投資への信頼を持たせる上で重要な協力となるだろうと語りました。2022年、タイとナイジェリアは国交樹立60周年を迎えました。ナイジェリアはアフリカ最大の経済大国で人口は約2億2000万人で、2023年の貿易総額は7億8050万ドルでした。ナイジェリアはタイにとってアフリカ地域で第4位の貿易相手国です。ナイジェリアは加盟15カ国、人口約4億人を抱える西アフリカ諸国経済共同体のメンバーであり、地域全体の経済統合を促進する使命を担っています。次のニュースです。ムクダハン県は大学と協力して教育の機会を創出するイベントを開催しました。ウォラヤーン・ムクダハン県知事は、ムクダハン県に新たな大学が進出することを記念し、県の教育発展、雇用の創出、教育の機会拡大を目指し、イベントを開催したと発表しました。このイベントには、王室、ムクダハン県、ムクダハン・ラチャパット大学、行政機関、民間企業、教育関係者など多くの参加者が集まりました。県の発展を強化するための教育の方向性に関するセミナー、知識交換フォーラム、テクノロジーとイノベーションに関する学術作品の展示、キャリアのニーズを満たすコースの紹介などが実施されました。興味深い活動は地域の学生や教育関係者に感動をもたらしました。新たに設置されるラチャマンカラ工科大学のタニアブリー校は、より多くの教育の機会を提供するため、2024年度中に観光、プロダクトデザイン、ロジスティックス、マーケティングの4つの分野で学ぶ学生を受け入れる準備が整っていることを明らかにしました。ウォライアン県知事は、ムクダハン県の人々が高等教育機関で学ぶ機会を得られることを嬉しく誇りに思うと述べました。
4つの学部を要する大学により、この地域の学生が将来働くために自らを成長させる機会を持つことができると歓迎の意向を示しました。また無垢田藩県教育基金が設立され、学費が不足している学生を支援するために無垢田藩県の高等教育支援を進めるための資金が集められています。ラチャマンカラ工科大学タニアブリー校による無垢田藩県の雇用創出に向けての協力は、5年以内に無垢田藩県立大学を設立するという目標に向けての第一歩であり、将来無垢田藩国際大学へと成長させたいとしています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。運輸省は交通投資モデルを紹介しました。歳入が税収の減少などで400億バーツ予想下回りました。タイ通商代表がナイジェリア大使代理と会談しました。無垢田藩県は大学と協力して教育の機会を創出するイベントを開催しました。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。전운이영채뿌영동시의남다영두문캄파운남의미칸다이원풍이영른라건주왕어라이다호자영파이얌쉬니관왕빛뷰당바이마루ร้องคร่ำครวญถึงความรักหัวใจแหลกสลายวันเวลาถูกพลัดพรากภาพสวยงามที่เคยฝันเหลือเพียงความเสียใจอีกกี่หยดน้ำตาที่ยังต้องไหลรินทุกนาทีมันยังโหดร้ายอีกกี่คืนและวันที่มันต้องเสียไปเพื่อรักษาใจที่มันร้าวรานเมื่อคำว่ารักเคยดีพอและหล่อเลี้ยงใจคนเห็นและผลที่ทำให้โลกนี้ยังมีความหมายคำว่ารักยังพอมียังคงเหลือในใจคงไม่นานที่วันร้ายๆมันจะผ่านพ้นปิดเปลี่ยวดังใบไม้ร่วงโรยร้องคร่ำครวญถึงความรักหัวใจแหลกสลายเพียงแต่ยังมีลมหายใจラジオタイランドの日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から日本時間の午後10時からそして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.